世界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称されるヘアサロンガイドブック神カリスマ東京には、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く彼らたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。表参道にあるヘアサロンアビー、代表の松永秀樹さんは有名タレントやモデルからの信頼も厚い、キャリア32年のトップスタイリスト。なんかこう笑顔が見たいっていうか、お客様の。アビーの社訓は笑顔を絶やさない。その言葉通り、松永さんの周りはいつも笑顔で溢れています。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは。僕の得意なスタイルは、長さっていうよりはその人に似合うデザインが得意です。その人が、あ、これにしたかったんだっていうヘアデザインよりもちょっと上ですね。満足よりも感動を与えられるようなヘアデザインを作るのが好きです。その人が持ってる雰囲気とか、全身のバランスとか、頭の形、髪質、毛流れ、顔立ちなんかをイメージして、その人が求めてる雰囲気よりも一歩先にこう作ってあげるようなイメージのデザインをしたいなっていつも心がけてます。長年のキャリアの中、常にお客様の希望以上を叶え続けてきた松永さん。そんな松永さんが思う美容業界の今後は。2010年代ぐらいまでは比較的大きい流行っていうのはあったんですよ。マスコミとかテレビ、雑誌、メディアが発信したものっていうのは大きいこううねりになってたんですけど、今ってどちらかといったら SNS とかそっちからの流行っていうのが大きくて、もっと細分化されてるんですね。これを切ってればいいっていう形じゃなくて、その人のために何を切ればいいんだろうっていうようなデザインの追求になってる感じがしますね。いろんなタイプの美容師さんとかヘアサロンが今あると思うんですよ。で、そのサロン美容師さん美容師さんごとにやっぱり特徴を出して、個性を出して、自分の強みを生かして、これは自分は負けないよっていうようなものとか、テクニック、技術、センスを生かして、またね、次のね、時代をね、作れればいいんじゃないかなと思います。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。